内面でいい内面でいい内面でいい胸周りが100センチ超えて、ジェネレーションズさんからパフォーマーのメンディさんと中塚さんが遊びに来てくれました。筋肉トークと相思相愛ゲームでキャラが崩壊。一番の自信のある筋肉、はい、ダムチャンネルをご覧の皆さん、ジェネレーションズです。今年は10周年イヤーということで大忙しだったと思うんですけど、はい、この節目として何かやったこととかってありますか、うん、ちょっとなんかお話聞いてるところで、はい、ボックスヘア、あーボックスヘアボックスヘアにあのそうです戻しましたね、うん、そういえば、はい、原点回帰でもう一回ボックスヘアやろうじゃないかっていうのでボックスヘアにしましたね今年は、はい、髪のケアとかってちょっと大変じゃないですか。いやそれがね全然することないですよ。そうなんですか。はい、あのお風呂上がりとかってどういう状態になるんですか。お風呂上がりはこのボックスヘアのマックスが100だとしたら、はい、お風呂上がりはちょっと70ぐらいにキュッてなるぐらいサイズダウンするぐらい、ね、サイズダウンするんですか、はい、で基本的には形もそんな変わらないですし寝癖とかもほとんどつかない。そうなんですか。中塚さんは何かありますか。僕はでも原点回帰というかやっぱ僕らエグザイルにやっぱ憧れてこの世界入ったんで、うん、もう一回マッチョになるぞって今めちゃくちゃ鍛えてます今。ガタイいいのは分かってたんですけど想像以上に大きくてびっくりしました。確かにね、こう面と向かうと結構大きいなとか印象ですよね。タンクトップの、ね、隙間からもちょっとここの胸筋の盛り上がりが見える、うん、最近やっと胸周りが100センチ超えて、はい、すごいめちゃくちゃ嬉しいんですよ目標だったの100超えっていうのは。そうです。で、あのライブの衣装が入らなくなっちゃって今作り直してもらってます賞賛泣かせ、はい、こんなんなっちゃって衣装がパフォーマンスするのにねそれじゃあずっとこうその10周年振り返ってみて、はい、内面的に一番成長したなっていうメンバーっていらっしゃいますか。内面的にメイさんじゃないですか。お内面でいい、うん、内面でいい変わったかな。かまあ根はふざけてますけど。おい、まあまあ否定はできない。本とか読んだりとかするじゃないですか、うん、まあ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 、でなんかすごい知識もついてきてで行動に移したりするじゃないですか。だからちょっと説得力が出てきた感じします。なるほど、まあ、年齢もあるのか分かんないですけどテレビでこうなんとかメンディーってこう叫んでるだけじゃやばいなと思ってましたやばいぞと思ってなんか勉強しなきゃって思ったのがきっかけではあるんですけどね。さあここでスタッフさんからタレコミが届いております。そういう番組なんですね。はい、本当にシークレットでちゃんとタレコミが来てるんですけど、はい、まずはメンディーさん、はい、先ほどもお話に出ましたがめちゃくちゃ読書家、朝必ず散歩をする、はい、とのことです弱ないいや弱、すっごい健康ですね、ま、健康にはやっぱ気を使うようになりましたね。だ体を動かすとなんかそのカロリー消費とかも良かったりとか、うん、いいんだよね筋肉にもね、はい、なるほど歩くの筋肉事情もやっぱり走るのより歩くのがいい。そうなんですか。そうです。で走ると筋肉落ちちゃうんですよ。落ちちゃう？はい、落ちちゃうんですよ。ほう。なんでウォーキングの方がいいんですよね。知らんかった。さあ次中塚さん。なんやろ。これもさっきの話と被るんですけど。え？ライブとライブの中1日でもトレーニングは欠かさない。うん、筋トレしすぎてライブの衣装が入らなくなったと。ちょうど。ちなみにこの筋肉の目標みたいなものってあるんですか？どれぐらいでかくなりたいみたいな。目標は。メンさんよりやばくなりたいです。おお。胸もあと10センチぐらい欲しいですね。110オーバー。110ぐらいは行きたいです。110メンディさんでちなみにどのぐらいなんですか。僕でも B カップぐらい。センチで教えてください。センチはちょっと分かんないんですけど。B カップぐらいあるかな。110ぐらいありますよ。あるかな。絶対あります。そう多分これはもう最強なんですよ。へこの体。やっぱメンディさん超えを超えたいですねこれ。いや楽しみですね。ダムガチャ。それではダムガチャを引いて出たお題にチャレンジしていただきます。 お願いします。よっしゃよっしゃ。おあジェネレーションズ相思相愛ゲーム。イエイ。おー、そう
怖いゲーム。こちらの企画はお互いのことをどこまで深く理解できているかを調査する企画です。質問をしますので相手の回答を予想して答えを一致させてください、はい、まずはメンディさんに中塚さんの答えを予想してもらいます。よしそれでは相思相愛だから、ね、それでは質問です。中塚さんが一番自信のある筋肉は？いやこれはもう余裕ですよ。あ、これ分からんかったらマジでもう、うん、口聞かないです。あら大変だ。余裕ですか？うん余裕。いいですね、自信ありげですね。はい、書きましたか？もうここしかないです。お、さあそれではメンディさん予想を発表してください。はい、僕が思うゆうたくんの一番の自信のある筋肉、はい、ヒラメンディヒラメンディ、ヒラメ筋です。ヒラメ筋、ふくらはぎ、ふくらはぎ、ヒラメ筋ですよ、ゆうたくん。ゆうたくんヒラメ筋すごいっすよ。さあそれでは中塚さん正解をお願いします。大胸筋メンディみたいなテンションで言わないで。いやおかしいからということで予想失敗です。あれヒラメ筋でしょ。今日もね結構胸筋トークしましたもんね。多かったように思いました。広いっすよ。まあ確かに大胸筋。ヒラメンディが言いたかっただけとかでは絶対 そんなわけないじゃないですか。そんなわけではないですよね。言いたかっただけやわ。ひどいな。さあ続いては中塚さんにメンディさんの答えを予想していただきます。それでは質問です。メンディさんのチャームポイントは？さあどこでしょ。ここありますわ。おメンディさんのチャームポイント、早い、ずっと気になってんすよこれ。気になってる。ゆうたくんずっと気になってる。逆にゆうたくんに合わせるみたいになってる。ゆうたくんがずっと気になってる。お、書けましたか？書けました。それでは予想の方を中塚さん発表してください。左耳にあるちょび毛。いやちょび毛ここにあるんですよ最近ずっと。最近ずっと最近のチャームポイント最近はい、これです。メンディさん正解の方発表お願いします。僕のチャームポイント、はい、お尻のあざ。こっち側でしたっけ？そう知ってはいるんですね。やっぱり知ってはいる。これもメンバー皆さん知っている。全員知ってます。はい、何のあざですか？あれは学生の時にロケット花火をお尻で撃てるかなと思って撃とうと思ったら燃えました、ね。で焼け出した、はい、そのあざ、はい、やばすぎ。いや残念ながら予想失敗です。いや悔しい。難しいですね、なかなか。この後メンディさんの左耳にあるちょび毛を撮影することに。可愛いんですよこの毛が。どれまだある？ありますよこれ。恥ずかしいんですけどめちゃくちゃ思ったよりちょび毛わかんない。本当にちょび毛です。あ、抜いた。なくなりました。チャームポイントないっす。ゲストの最新情報をお届けするミュージックニュース。ニューアルバムは、僕たちジェネレーションズ10周年を迎えたんですけれども、その10周年イヤーを、全て詰め込んだ今までのこう集大成になるようなそんなアルバムになっております。ジェネレーションズの楽曲だけではなくてメンバーボーカルのソロ楽曲なんかも入っていて、すごく聴き応えのあるミニアルバムになっておりますので、ぜひともチェックしてみてください。ぜひお願いします。ジェネレーションズさんの今歌いたい曲は？今歌いたい曲は僕たちジェネレーションズの片思いです。もう理由はもうこの前のね収録で相思相愛ゲームっていうのをやったんですけど、全く相思相愛じゃなかったんですよ、はい、一方通行でしたね。片思い片思いだったね、はい、あんなあかんわ、うん、こういう時はもう歌って発散するのが一番なんでもう今すぐジェネレーションズの片思いを歌いたいです。なるほどダムチャンネル、せーの。カラオケダムでは新曲のダンスレクチャーをお届け中。一緒に踊っちゃいました。うん、うん、豪華アーティストがゲストに登場。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。